姿国団は、香港生まれの中国の卓球選手。1959年の世界卓球選手権、ドルトムント大会の男子シングルスで、中国選手として初めて優勝した。文化大革命中の1968年に、自殺した。1937年香港の貧しい家庭で、生まれた、彼は1941年に、 日本軍が香港を占領したため関東省主会市に一家で移り1945年に香港へ戻った。13歳から漁師となったが肺結核を患い養生しつつ卓球を行った。1957年11月、中国本土関東省の卓球チームに加入した。1959年の世界選手権ドルトムント大会では、 団体の準決勝ハンガリー戦でフェレンツシドに敗れたが、男子シングルスで星野天、渡る、ハンガリーのベルチック、アメリカのマイルズを破り、フェレンツシドを3から1で破り、中国選手として初めて世界チャンピオンとなった。1961年の北京大会では、小速ネラと共に団体で中国に初優勝をもたらした。1964年に、 中国女子代表監督に就任、1965年のリブラナ大会では1957年から1963年まで5連覇していた日本を破り初優勝を果たした。しかし文化大革命が起きると、香港からの移住者である彼は公衛兵からスパイとして有罪判決を受け、再教育、拷問を受ける中1968年に自ら命を絶った。 同じくスパイの疑いをかけられた、フーソノフサ、京ヒサシアス氏が自殺してから、ほんの2ヶ月余りのことであった。死後1978年になってようやく彼の名誉回復がなされた。2009年、主会誌に、姿国団記念館が完成。記念式典には、ジョトラセーリートミエ、ソウツバメカ、セノアキラ、コウマスナガ、コウレイキ、チョイネー。 各おドラも出席した。ありがとうございます。